指宿目線。今日から入国制限一部緩和されましたね。はい、例えば1日あたりの入国者数が2万人から5万人に引き上げられるというところで、少し水際対策が緩和されるということなんですけども、ちょっと、不安な要素もありつつというところで、今日私関西空港に行ってまいりました。コロナ時にやっぱり取材に行った時には1日3便とか4便しか入国してくる便っていうのがなかったんですね。それに比べたら今20便今日あったかなぐらいだったので、ちょっと増えたかなとは思うんですが、やっぱりそれでも2019年コロナ前のもう1割にももちろん満たしていないというところなので、こういった入国制限の緩和の、効果っていうのが現れるのはやっぱり1ヶ月後とかすぐにはなかなか現れないというふうに航空会社というか、運営会社も言っていました。で、緩和の内容になるんですけれども、どういった緩和があったのかというところ、1日の上限が2万人から5万人、日本から、海外旅行に行かれて帰ってこられる方もそうですし、インバウンド客として来られる方もここに含まれるということになります。5万人に上がりました。で、日本への入国なんですけれども、ワクチンの3回の接種、その証明書があれば陰性証明、向こうで PCR 検査等を受ける必要がなくなったということです。で、今までは全部ツアーで添乗員さんが同行するツアーでしか旅行が認められていなかったんですけれども、旅行会社が航空券とホテルについてはきちんと予約をしてくださいと、それ以外の添乗はなしでも大丈夫ですよという形で一部緩和されたというところになります。やはりこの旅行業者を通すというのは何かあった時に追跡できるようにというところを残しておきたいと。まだここについては全部自由にというところは難しいということなんですね。で、こちらなんですけれども、一つキーとなっているのがビザの申請の部分になるんですね。で、水際対策何が緩和されたら訪日したいですかっていうのを7月に、調査されたものがあるんですけれども、1位が団体旅行のみのところですね。で、2位がビザの取得で、3位が72時間以内の PCR 検査の陰性と証明書ということですね。この1位と3位については、若干緩和がされたというところなんですけど、2位のこのビザの申請についてはまだ残っているという状態なんですね。で、やはりビザの申請っていうのはコロナ前は68の国と地域では自由に入れたというところで、やっぱりそこがハードルに感じられる方も多くて、まだインバウンド客が戻ってくるっていうのはちょっと遠いかなというところがあると思います。で、やはり経団連の徳良会長もおとといこのような発言をしてるんですね。コロナ禍以前は観光目的の訪日外国人のうち8割が個人旅行でしたということで、やはり政府は次の緩和に向けてしっかりと対策を講じてほしいというような発信もしています。で、まだまだちょっと厳しい状況というのが続いているんですけれども、実際の日本人の出国者数の数なんですけれども、ちょっとずつ増えている。6月になってから、入国制限の緩和っていうのがありましたので、6月は17万人という形でちょっと増えてはいるんですけれども、やっぱりここに来て円安であったりとか、物価高、燃油サーチャージの改定というものもかなり大きくなってます。で、皆さん行きたいというところで、必ず1位に上がってくるハワイなんですけれども、燃油サーチャージというのは運賃とは別に必要になってくるもので、燃料の値段によって、時期によって変わってくるものなんですけれども、これが往復で今6万1000円、で10月以降は7万4800円ということで、もうこれだけで贅沢な国内旅行もできてしまうぐらいの燃油サーチャージが上乗せされるということなんですね。で、さらに5日間の滞在でしたら、1人当たり1ドル115円で計算すると12万円なんですけども、144円今の形になると15万円というところで3万円上がってくるということで、となると国内ということになりますよね。意外と国内戻ってきています。これ HIS の調べなんですけれども、今年7月の国内旅行については 85.2% ということで、コロナ前と比べてだいぶ戻ってきているなという感じ、実感もあるそうです。そこで国内の人気の旅行先というのが発表されているんですけれども、こちらです。総満足度、これ全国でなんですけれども、和歌山が1位だったんですね。で、なぜかというと、アドベンチャーワールドと世界遺産ですね、高野山とありますけれども、海、山、温泉、テーマパークが揃っていて、もう家族連れにすごく人気だというところが一つあるということなんですね。で、地元グルメが美味しいというところ、福井県が1位になったんですね。やっぱカニとかフグとかということなんですけれども、遠出ができないのでお料理でちょっといいものを食べたいと、で関西の
カニが好きという文化がこの人気を押し上げたんじゃないかというふうにジャランの方は、おっしゃっていたんですけれども、ちょっとこちら見ていただきたいんですけれども、はい、海外に行かれる方、一番最初に手に取られるのが地球の歩き方っていう方いらっしゃったんじゃないでしょうか。この日本版というのがこの9月1日に発売されたということで、日本初めて発売されたんですね。初めてなんです。日本版というのは初めてなんです。東京とか京都とか地方版は出てたんですけれども、ここは日本版というのが出されましたということで、やっぱりコロナ禍で売り上げが9割減だったそうなんですね。というところでいろんな工夫をされていらっしゃいます。コラボをされたりとか、世界の指導者図鑑であったりとか、もうどうやってこの売り上げを回復するかというところを、今まで考えてこられた中で日本版にたどり着かれたということで、社長の一声で出版されたということなんですね。でやっぱり地球の歩き方というのは歴史とか文化っていう部分すごく大事にしているということなので、そこにこだわって一家に一冊の日本辞典を目指したということなんですね。そういう感じで、ちょっと旅行のちょっと気持ちを高めてもらうっていうこともこういったものを見るので楽しんでいただきたいなというふうに思います。で最後に、旅行したいっていう気持ちを後押しするようなこと、コロナ禍というのもあるので一歩先を見越して政府とかには準備をしておいてもらいたいなというふうに思います。はい、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットで